手市の東灘区、また豪邸シリーズです。広っ、何畳あんねんというぐらい広いですね。開放感ありますね。踊り場スペースがあってクローゼットありますね。そしてこっち見てください、先ほどの吹き抜け、こうね、この関係性がいいですよね。バルコニーがあるんです。じゃん、綺麗ですね。3階のお部屋、おら、なんだこれ。はい、屋上でございます。とどうも、秋葉克也です。 SDGs、ここは摂津本山駅、神戸市の東灘区、また豪邸シリーズです。はい、皆さんやってまいりました。先ほどの摂津本山駅から車で6分、歩いて大体20分ぐらいなんですけども、こちらです。じゃん、はい、見てください。なんやらこのシャッターがあり、そして入り口がこちらにありますので、さあ行きますよ。じゃん、広っ、お家がドンと。まずこの敷地の広さ、巨大な庭スペースというか駐車スペースというかですね、もう何でもやりたい放題、何でも好きなことができる、まずスペースがドーンとありまして、お家に向かいたいと思います。玄関から失礼いたします。はい、見てください、まず広い玄関ね。そしてシューズボックスから、はい、見てください、上、吹き抜けの玄関です。じゃん、いいですね、広い、開放感がありますね、いいですね。まず玄関入ってこちら、はい、皆さん来てください、ドン、リビングスペース、何畳あんねんっていうぐらい広いですね。ボカーンとありまして、さらに、はい、こちら皆さん見てください、吹き抜けスペース、いいですね、開放感ありますね。もうここはもう開放の家、そしてここからも開放感のあるスペース、ザーンと広がっていきながら、このリビング、ダイニング、そして和室と、これ掘りごたつですね、これ完全に、いや、とこもあって、まあ、収納もあると。このね、リビング続きの和室って結構使いやすいですからね、お客さん来てもここでね、お布団を敷いて寝ていただくことできますし、案外便利なんです。そしてこちら行きましょうか、リビングに対しての対面キッチンです。収納もいっぱいで、ガスのコンロがで、ダクトですね、ナショナルの時代なんでちょっと古いですけども、まだまだ十分使えます、これはね。次、こちら行きますよ。はい、廊下に戻りまして、こちらがおトイレ、そしてお風呂、そして洗面、十分広いですね、これね。はい、そしで洗濯機スペースがあり、はい、こちらウォークインクローゼット、着替えをするスペース、全部ここに入れてたんだと思いますね。この動線ね、流行ったんですよ。洗濯機するでしょ、お風呂で干したりね、洗濯乾燥置いて、そしたらここで洗濯畳んでヒュッと入れれるんですよ。これが便利なんです。そして先ほどのこのリビングにつながっているとこういうことなんですね。じゃあ2階に行ってみたいと思います。ではこちらから行きましょう。はい、ここに来ますと踊り場スペースがあって収納がありね、こうクローゼットありますね。はい、そしてこっち見てください、先ほどの吹き抜け、こうね、この関係性がいいですよね。で奥に行きますと、こちらが和室になってますと。ここはあれですね、ゲストハウス、ゲストルームっぽいですね。そしてまた踊り場に戻りまして、次はこちら、はい、洋室です。広い洋室っていうのと、ちらっと見えてますよ皆さん、窓を開けますと、ドン、見てくださいこの景色、最高、神戸最高、これ
これは綺麗ですよ。この部屋から見れます。はい、でこちら来てください。ウォークインクローゼットと思いきやここに洗面があるんですね。はい、洗面の奥が鏡と思いきや吹き抜けでなんですね、これ。はい、で廊下に出まして、こちらは吹き抜けね、玄関の上の吹き抜け。はい、そしてこちらがお手入れという形になってますね。はい、そして上に行きましょう。3階建てなんです、ここ。3階のお部屋がこちら。まずドン、広いですね。そして奥行きましょう。奥にも、はい、ドン、これはもう10畳クラスですね。広いですね。で明かりがね、上から取れるようになってますね。そしてこちらの大きいお部屋、そうバルコニーがあるんです。じゃん、3階も来ればまた綺麗ですね、この抜け。まだあるんです。来てください。こちら、これは収納ですね。物置になってますね。収納もう十分部屋でも使えそうですけどね。僕やったら部屋として、これ書斎として使ってしまいそうですが、さらにこちらです。じゃん、あれれ、バルコニー、あれなんだこれ。見てください、階段です。階段を登っちゃうとですね、はい、屋上でございます。ということで、そっからの、はい、こちらボンね、これだけの開放感とですね、このスペースがあれば BBQ です、バーベキュー。これはね、もう夜景も最高なはずですよ。これ絶対綺麗ですよ、これ。いや、贅沢、贅沢なお家です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まだ空き家になってからですね、まだ2年ぐらいしか経ってない物件ですので、いろいろ設備的にもですね、まだ全然使える、まあ、あとハウスクリーニングとか必要かもしれないですけども、全然使えるお家になってますので、気に入ればですね、すぐに住めると。あとね、あの広いお庭といいますか、駐車スペースといいますか、もう何でもできる場所あったと思うんですけども、ちょっとね、あの地面、床といいますか、土間がですねめくれてたりするところもありますので、あそこはちょっと一部補修が必要かなと。ただしやっぱり山からの景色っていうのも抜群の場所だなと、あれもあそこでしかなかなかないなというようなところでしたね。と、摂津本山駅から車で6分ぐらいの場所にありますので、環境も抜群にいいですと。ぜひ皆さんご検討いただければなと思います。そして皆さんコメントですね、たくさんまたこんな使い方したいなとかコメントいただければ嬉しいなというのと、物件を見てみたいとか相談してみたい、聞いてみたいっていう人はですね、お問い合わせフォームからぜひ、そして私のお家も空き家になってる、実家も空き家なんだという方、ぜひ僕たちにご相談ください。 YouTube をあなたの家に取りに行きたいと、ご紹介したいと思っておりますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。それではこのお花の前でいつもので締めさせていただきたいと思います。いきますよ、ええやん、あきややん、ありがとうございました。